10レース2乗戦 A 2着になりました新澤選手です。お疲れ様でした。ちょっとまず昨日の特選のことでお伺いしたいんですけども、平原選手がついてくれましたけども、はい、平原選手は新澤さんにとってはどういう存在ですかね。他地区ですけども、まあ、やっぱりなんといっても競輪界トップスターですから、まあなんかついてくださるっていうのがまず嬉しかったですし、なんかやっぱりああいうレースをしてしまって申し訳ないですし、僕もワンツーで決めたかったので残念でしたね。まあ、昨日とも今日も大体同じような感じでしたけども、昨日だった島川選手が出て、で松井選手のところは昨日はすかさず行ってというレースでしたけども、まあ、今日はそれを一回立て直しして、まあ、ロングまくりになりましたけども、穴取りというのはどういう判断で、基本的にはやっぱ突っ張りがまずはメインだったですかね。そうですね、まあ、やっぱり全部突っ張ってなんぼだと思ったので、まず今回はうまく突っ張れてないですし、みんなもうまく切りに来てますし、まあ、対策はされているので、またその上を対策したいかなと思います。まあ、ロングまくりになったところ、まあ、いいスピードだったと思いますけども、まあ、2コーナーで新井さんからブロックをもらいましたけども、あの辺りっていうのはどうだったでしょうか。まあ、結構厳しかったですね。あのまま浮いてしまうような感じでしたけど、新井さんがまた相馬の後ろに戻ったので、そこでもう一回僕も踏み込んで下りだったのでうまく前まで行けましたね。2走してみてご自身の状態というのはどうでしょうか。いいって感じじゃないですね。少しキレがないというか、出しは悪いんでうまく体の使い方見直していきたいと思います。でもそこはケアを中心的にって感じなんですかね。その後、いや、ケアってよりは体を、はい、いや、やったね、キョウちゃん。ありがとうございました。マフリも強いんだね。いやいや、マフリじゃないですよ、もうイエローライン先行です。マフリも強いんだ、へぇー。へぇー。行ってきます。ちぎってやって。頑張ってください。初日、前見日のインタビューで、S 級の優勝が何か恥ずかしいっていうふうに言われてましたけど、はい、まあ、ちょっとうちの動画はそんなにまだ視聴者はいないんですけど、その中のコメントがいっぱい来てて、やっぱり新澤さんのこのレースを貫く姿勢とかかっこいいし、応援してるところがいっぱいあったんで、まあ、やっぱりその恥ずかしくないよっていうコメントもあったんですよ。いえいえ、まあ自分で恥ずかしいと思ってるだけなんで、はい、ありがたいですね。そういうファンの方々のために頑張ります。やっぱり岩瀬さんはレースの姿勢は見えてると思うんで、まあ、その中でやっぱり一つ優勝っていうのはやっぱ形としてほしいっていうことですね。やっぱり、まあそうですね、結果としては優勝を目指してない選手なんて多分いないと思うんで、優勝してなんぼの、はい、職業だと思います。これで準決勝決まりましたけども、また明日以降への意気込みを最後にお願いします。2日間ちょっと自分の持ち味出せないので、しっかり準決勝は自分の持ち味出して決勝目指して頑張ります。